6、酸性、アルカリ性の正体。1、装置を組み立てる。このようにスライドガラスにろ紙を置き、クリップで挟み、電源装置につなぐ。中央に pH 試験紙、または青色リトマス紙を置き、硝酸カリウム水溶液、または食塩水で湿らせる。注意、保護眼鏡をかける。コツ、中央に鉛筆で印をつけておく。2、塩酸をつける。竹串を使って中央の線上に薄い塩酸をつける。3、電圧を加える。電圧10から15ボルト程度を加え、色の変化を観察する。注意、電圧を加えているときはクリップに触れない。コツ、塩酸をつけたらすぐに電圧を加える。30秒ごとに色の変化を観察する。4、水酸化ナトリウム水溶液についても1から3を行う。薄い塩酸の代わりに薄い水酸化ナトリウム水溶液と pH 試験紙、または赤色リトマス紙を使って同様の実験を行う。結果の整理、pH 試験紙につけた薄い塩酸や薄い水酸化ナトリウム水溶液の点はどのように変化したか。